キースリーのデジタルマルチメーターが届いたので開封します。開封。こんな感じですね、中身は。これが本体です。緩衝材に包まれて厳重な感じです。電源ケーブル、電源ケーブルはたくさん持っているので使いません。これが、USB ケーブルと、このテスト用のケーブルなんかもたくさん持ってるんで、必要になったら使おうと思います。ちなみにデジタルマルチメーターっていうのは、こういうテスターみたいな感じですね。電圧電流を測れるやつです。この購入したキースリーのデジタルマルチメーターですけど、6.5 桁まで測れるやつです。で、値段は14万円ですね。こういった高機能なデジタルマルチメーターは、だいたいそのくらいの価格がしますね。10万円から20万円。で、7.5 桁ぐらいまで測れるやつだと50万円くらいします。中になんか書類が入ってますね。これはキャリブレーションの書類ですね。割と最近キャリブレーションされたやつです。キースリーのデジタルマルチメーター DMM6500 6.5 桁のデジタルマルチメーターです。で、実はこれタッチパネルになってるんですね。この部分がタッチパネルです。で、いくつかボタンもついてるんですけども、大体の操作をこのタッチパネルでやることになります。ここに拡張カードを挿すところがあります。電源ですね。裏面にも測定用の端子があります。で、表面はこの5個分しかなかったんですけど、裏面には電流用のやつがもう1個追加されていて、で、ここで 10A まで電流が測れるようなところがあります。電源入れます。ちょっと変な音がします。ハムノイズみたいなのが本体から聞こえてきます。電源周波数の2倍のハムノイズなので、多分この電源に変圧器が使われていると思うんですけど、その部分からちょっと音がしますね。で、このハムノイズについてちょっと調べてみたんですけど、他にも少し事例があるみたいですね。販売店にこれについて問い合わせてみたら、どうやら修理対応になるようです。なので、このレビュー動画を撮り終わったら修理に出します。こういった測定器のミドルからハイエンドにかけては、もうだいぶなんかタッチパネル化が進んでるっていう印象がありますね。これも同じようにタッチスクリーン化されてます。ただ全部がタッチスクリーン化じゃないっていうのは、これはね、結構いいと思いますよ。全部の操作がタッチスクリーンになってしまうと結構やりづらいんですね。なので、こういったホームとかメニューとかに飛べるショートカットキーがあるっていうのは結構使いやすいと思いますね。ちなみにこれは測定した値をこういうふうに数字で表示するだけじゃなくて、こういうふうにグラフで表示もできるんですね。測定の端子を触ってるんですけど、かなりセンシティブなんで、こういうふうに触っただけで反応します。この測定したポイントは、本体の中にメモリーがありまして、で、その中に保存できるようになってます。で、その保存したのを外側に書き出すこともできるんですね。こういうふうに USB を挿して、で、この USB の中に保存したデータをコピーすると、そういうこともできます。要はデータロガーとしてこのデジタルマルチメーターを使います。普段よく使ってるテスターと比較しますか。 9V の電池の電圧を測ってみます。8.04V ですね。ミリボルトになると、ちょっとオーバーフローして測れなくなってます。このキースリーのデジタルマルチメーターでも同じことをやっています。8.0435V っていう風になってます。こっちも思ったより正確ですね。8.04 までは両方とも一致しています。キースリーのデジタルマルチメーターは、さらに細かい桁まで見れると、 8.04 のさらに下421まで見れるっていうことです。こちらの HP の測定器とも比較しています。
HP ってあのパソコンを作ってる HP ですね。昔はこういった測定器類も作ってました。まあ今はキーサイトが作ってます。まあ HP の測定器といえばかなり性能が高いことで有名でした。HP とキースイのデジタルマルチメーターでこの電圧をまあ比較するんですけど、まあ、一応30分程度2つともウォーミングアップしておく必要があります。お、二つとも結構同じ値表示してますね。8.04480 か、まあ、1。そうですね。まあ大体10マイクロボルトぐらいの、まあ、読みの違いが出てますけど。まあ、そうですね。一緒ですね。例えば、直流の電圧でも測ってみますか。直流の電圧を測る場合は、この端子の部分に、まあ、刺せばいいわけです。おぉ、いい感じですね。こういうふうに波形もヌルヌル更新されてるんで、まあ、使ってる方としてはなかなか気持ちいいものですよ。こういうのはメニューの方からデータの表示もできて、こうですね、交流電圧も同じところで測れます。 ACV にしてここに適当につないであげます。 100V の電圧が出てきてますね。もうそのままです。負荷の状況を変えてみますか。今照明がオンになってるんですけど、照明をオフにすると、はい、電圧が上がりましたね。で、照明をまたオンにすると、こういう風に実行値の電圧が、変わります。下がります。コンセントの電圧を測るついでに、周波数も一緒に測りましょう。50Hz ですね。電気事業法で周波数は 50Hz か 60Hz 一定ってなってるんですけど、実際にはプラスマイナス 0.1Hz くらい、まあ変動しますね。長い期間を測定した平均ってのは 50Hz、60Hz ぴったりになります。これもグラフを表示してみると面白い。今周波数がどんどん上がっていってますね。 50Hz を突破してどんどん上がってる上がってる。これ上がってるってのはどういうことかっていうと、みんな負荷をあまり使わなくなってきたんで発電機が加速してしまうんですね。で今ちょっと落ち着いてきて平坦になってきて、でまた上がってきました、上がってきました。 50.02Hz で下がってきましたね。これは発電機の出力が減ったか、まあ、みんなが電力を勢いよく使い始めたってことですね。おー、どんどん下がってる、どんどん下がってる。 50Hz を割りました。であまり周波数が下がりすぎるとも、まあ、それもいけないんで発電機の出力を、まあ、ここら辺で増やし始めるって感じですかね。まあ、それかみんな電気を使わなくなったってことです。でだんだんまた、増えてきて周波数が上がってきてますね。こんな感じで周波数はどんどん、まあ、変動しているわけです。ただこの平均値を見てみると、まあ、49.984Hz ってなってます。これをもっと数時間であったり数十時間、まあ、数十日とか長い期間で測るとこの数値がですね、まあ、50Hz に近づいていく、そういう風になります。ちなみにこれは電流を測ることもできて、この部分をこのところに差し替えます。ここが電流の測定です。これをコンセントから来ているところにこういう風にやると電流はやってはいけない、何も負荷がない状態で電源と電流計を直列接続すると電流計は壊れてしまいます。例えば電源電圧を 100V、 配線抵抗が 0.1Ω だとすると、この電流計には100÷0.1=1000A の電流が流れます。これはマルチメーターが扱える電流の数百倍なので、このような接続をするとマルチメーターは確実に壊れます。まあ、普通はヒューズがあるので壊れることはまずないんですけども、この中にあるシャント抵抗があるんですけど、そのシャント抵抗にダメージを与えることも考えられます。なのでやってはいけません。約束です。どういう回路の電流を測っていいかというと、こういう配線抵抗があってで負荷がついていると、これが負荷です。でそこに電流計を接続するような、この回路構成なら問題ありません。で実はこのマルチメーター抵抗値も測れます。抵抗の測り方には何パターンかあるんですけど、このマルチメーターだと2000式か4000式2ワイヤーか4ワイヤーの、やり方を選べます。でまずは2ワイヤーでやってみましょう。これが測る抵抗です。 20Ω の 1% です。2000式の場合はここから電流と電圧両方を測ります。くっつければ OK です。
19.985 オームですね。2000式の抵抗測定は小さな抵抗値を測ろうとすると配線の抵抗値であったり接触の抵抗値が問題になります。これは原理上どうしても出るものです。ここにある電流源がこの方向に電流を流します。これは電圧計です。電圧計のインピーダンスは非常に大きいので、こちらには電流は流れないと仮定しています。抵抗値はどういうふうに計算するかというと、電圧割る電流イコール 2R プラス R というふうになります。なので2000式の抵抗測定だとこの部分にある配線抵抗であったり、この配線抵抗ですね、あとはこの抵抗をつまむ部分のクリップの接触抵抗なんかも出てくるわけです。例えばこういう小さなテスターとかに使われている抵抗測定はほとんどの場合が2000式です。なので配線抵抗と接触抵抗の影響が出てきます。じゃあどうやって低い抵抗値を正確に測るかというと、こちらの4000式を採用します。4000式ってのは、文字通り線を4つ使うから4000式と言います。2000式の場合は電圧源と電流源が並列になっていましたが、4000式の場合はちょっと構成を変えています。こちらの電圧源はこの抵抗のすぐ両端の電圧を測ります。でこちらの電流源はこの方向に電流を流すわけですね。で電流源の電流はこっちには入っていきません。それはなぜかというと、この電圧計の入力抵抗が高いからです。なのでこの電圧計につなぐワイヤーの微小な配線抵抗も無視することができます。で結局この抵抗値はどういう風に求まるかというと、単純な式で求めることができます。実際に4000式で測ってみます。2000式の抵抗値は 19.984 オームです。4000式の測定をやります。今つながっているワイヤーは電流源から電流が流れていますので、そのクリップは端の方に移動させます。抵抗の両端を測定するセンスワイヤーは抵抗のすぐ直近にこういうふうに接続します。間の配線抵抗が影響するので、必ずこういうふうに直近のところで接続するようにします。測定モードが2ワイヤーですが4ワイヤーに切り替えると、はい、19.906 オームになりました。結構違いますね。ということは2000式だと配線抵抗と接触抵抗が 0.1 オーム近くあったわけです。2000式が 19.984、 4000式が 19.906 オームということになってます。舌に変な感覚がしますね。80キロオームぐらいだいたい流れてます。はい、というわけで今日はマルチメーターの使い方的な動画と、あと DMM6500 のレビューといった動画でした。皆さんも1台ね、こういったマルチメーターがあると便利なので、買っておくといいかと思います。もちろんここまで高級なやつでなくてもいいので、こういった小さなやつでも十分に使えるレベルですので、1台持っておくことをおすすめしておきます。一応今回買った Key3 の DMM6500 と、あと他のおすすめのマルチメーターについて概要欄にリンク貼ってあるんで、よかったらそっちも見てください。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。